はい、ということでいつもの調停所、はい、なかなか毎週チャレンジシリーズ、はい、いつになったら取れるのか。もう最近全然取れてないですからね。全然、はい、もう最高でマックスハーフだしかお前取れよ、少しは取りたいですよ。というわけでいきたいと思います。僕もいるよ。何決めポーズ作ってんねんお前。小沢和義のカズチャンネル。今日も拳銃を担いで裏口からです。どうせ今週、はい、駐輪場もあるよ。今日はなかなか撮ったヤモちゃんいないからな。女子はなし、はい、でガールズ、ガールズ不在で手持ちの人間がいないと撮れないとか。ああ、そうですね。ただいま、これ締め切り何分前？3分前です。3分前、はい、俺よりも買っとかんでいいっす。いいよ、ビギニングオーダーを回します。すごっ。サンデース抜け駆けが始まります。抜け駆け、ほんと。すごい、スタートいい1番、そして3番、4番、5番で手を上げていきますが、1周1幕。ああ、ダメだ、見つかった。2刺した。あ、でもまだまだ分からない。優勢となっています。スタートは設定正常でした。3月の全く見せなかったですね。あ、でも1見たんじゃないかな。1号艇の幕尾が外を攻めます。受け止めて先頭は2号艇の島倉彌子、2停止後の相手1号艇の幕夏美、3番手3号艇森谷美穂、1人取った。1番、1番、3番です。さあ、この状況キープなるか。2号艇の島倉が2周の1マークをトップで回っていく。その内をついていきます。1号艇のマコですが、先頭は1号艇です。島倉美和子、少し低下が来ました。1号艇のマコ夏美、その後ろに3号艇森谷美穂、4番手以降は4号艇川村愛美、5号艇柏美子、6号艇森日向。お母さん、本当に撮ってる、撮ってるんだけど負けないよね、これで。2番手1号艇マコ夏美、続いて3号艇森谷美穂、ね、うん、上位体系は2番、いや、でもあれじゃないですか、2点しか買ってないんで、うん、プラスにはなりますよ。2コースからの差しが入っていきまして、振り切りました。先頭1が言ってくれた方がついたんだな。3周1マークをトップで旋回しました。続いて1号艇マコ夏美、3番手には3号艇の森谷美穂、3番213の3連単のツは 42.9 倍です。計画はシリーズ8勝利が見えてきました。2号艇の島倉美和子、今ラストの決勝の後は第8列にも登場です。もう1号艇はこの次、そして3番手が3号艇の森谷美穂で間もなくゴールです。北番ゴール、1番ゴール、3番ゴール、4番ゴール、1飛ばしたらこれでかいんだよな。4レース、サンさんがオープニング、オープニングプラスになればいいけどいや、多分2点なんで、あれですよ。ほら負けじゃないと、1000円だもん、1500円だもん。負け負け。返事、お願いします。はい、こっからです。こっから、はい、見てやる、カメラ俺を隠すの。これも1やな、完璧1や、ほら1や、これはもう見えた、今の俺はもう見えた、見えたっつって1、2号しかかんねえじゃん。1、2号、1000円にしてもらう。あ、でもこれ考えちゃうことありますよ。いや、お前の言葉は信じる。レディース第4レース、
してる？こっちも回しました。安定の話しか上がってません。作れる作れる。突っ込むの？来たよ来たよ来たよ。やっぱ1だね、これ。1はもうブリブリですね。おい。ちょっとやめる。あ、そのまくれる。お、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 先頭は逃げています1号艇茶谷さくら、スタートは絶対制御、ここも押し切った1号艇茶谷、2番手2号艇の神里さん、アウトに3号艇井上、1周2ワークトップで1号艇の茶谷、続いて2号艇の神里さん、茶さん抜けちゃいましたね。うち小回りから4号艇の東京が入ってきました。2番手は2号艇の神里がリードし、3番手は今度は接戦、3号艇井上の内に4、1、2、4行ったら当たるよ。おっ、一号艇チャタニが先頭、二番手で二号艇の陶磁器が先に回って差し込んで三号艇の井上、でも500円だ。三番手は四号艇の陶磁器となりました。上位体系が1番、2番、4番で2周、2マークに向かっています。さあ、4号艇の陶磁器が2番手にも迫る。もうこれ、あれですね、一二を決まった。おい、一四二になっちゃったよね。でも刺した、刺しちゃったよね。あ、刺した。まで上がってきました。陶磁器、三番手二号艇の神里となってレースは最終周回です。先頭は抜け出しています。一号艇チャータニさんが抜け出しますと、今最終一番をクリアします。三三三回るのは四号艇の陶磁器、三号艇もやっていく中で、二号艇の神里、二番手は四号艇の陶磁器、一号艇は一二四じゃない、三番手二号艇の陶磁器、二号艇の陶磁器、三号艇井上春日、ラストターンマーク先頭1号艇のチャタニさんが続く1号艇を決めました。2番手4号艇のユキヤキ、1、2、3になっちゃったじゃないか。1、2、3、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 
あ、でも、おー、3-3。取った?取ってないです。え?1-4-3? 1-4-3っすね。4-1-2だったんだ、俺。服で。あ、なるほど、なるほど、なるほど。さあ、気を取り直して。うん。あ、金5が81番でした。6が213番です。おお、ほんとだ。いきよーく合ってるんですよ。そうやって、1000円がロマンシュになるものを。そうですね。1000円が10万単位になるチャレンジですから。そうですね。ただ負けてるわけじゃないんですよ。そうなんだ、はい。ただ負けてるわけ。狙って負けてるんです。自分に言い聞かせるんです。イントレ。
一番惜しかった。惜しかった。でもあるよ、ここでグンっていけば、最後最後までグンっていけば、お前最後あのグンっていけ、グンっていけ。うわー惜しい、惜しいね。うわっ、おっ、おっ、おっ、ダメだ、ダメだ、ギリダメだ。いや惜しかったな。モーター違いすぎんだ、モーターっていうかプロペラかなんかが、うん、嬉しくない当たりだよ、これ一番人気だった。 5.5 倍、4700円か。500円ってことは2350円。取っても負ける。はい、ちょっと冬あ、4おらんぞ、なんで4おらん。ほんまや、欠場か。あ、欠場ですね。欠場だ、負傷だって。負傷なんですね。お大事に、お大事に。はい、見込み3000円。だからもうちゃんと前日にあの波のあれとかも見ながら現実か。もう見せるほど欲しいくなったやつが一応回しますね。なんだそれは。勝った気になりすぎた。最後もらったの最後です。はいはい。一般戦隊ナダレース進入はインコースから。お1番2番3番よ、外から来い。6番5番です。おお、2位行け。3、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 3
スタートは前提正常でした。そのまま行って。マジか。うん。でも2000円。おお。いくらつくか。はい。もうこれも最新で止まらないからさ、1人号もダメだろ。見てくるだけ。そうです。312じゃないです、俺はもう完璧ね。あ、見て、俺123で300分2000円かかる。となると、うん、これは決まったぞ。これは決まったぞ、ひっくり返らない限り。ちょっと125。125遠いな。あ、もうこれいいじゃないですか、312。頑張ってね。わからん。3頭にしたらつくんじゃねえかなと思って買ってみた。マジですか。うん、312結構いいはずですよ。そう、いいはずだよ、ね、あの一番いいはず。123の絡みで一番いいはずだよね。30倍とかついてんね。おげえ、おお、ね、させおぶろ、よし。でも3、1、6番があったら本当に何か一緒ぐらいで、もう勝てんの、ずっと出た。いやー、ぐらあ、もうこれ最終みたいな感じで、まあ、これ最終、うん、最終ですね。おー、ぐらー、1本で、おー、まさかの1本で、もうあと1本で、まあですね、ドーン、ドーン、最後に取りました。ちょっとついてほしいですね。そうですね、この一番上とこれですね、300、うん、4万人気ですね。あれにつかなかったな、900円か。回せる、あ、勝ちました。最後の最後にブラボーセンサー2400円分買ってますね。というわけで、はい、本日の満州チャレンジカチカチでした。というわけでまたこれでチャレンジしたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。おっす。